やってきましたズーズーワンダーランドの時間です。この番組は沖縄子どもの国に関する旬な情報をお届けいたします。リスナーの皆様からの沖縄子どもの国に関するご意見疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームで映像と音声をインターネットで配信もしております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動しています。皆さんコメントお待ちしておりますよ。ズーズーワンダーランド、この時間は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りします。今週のお相手は FM コザミミリと子どもの国ゴヤとダッカーです。よろしくお願いします。いや、スラスラ行くじゃないですか、ミミリー。てっきりズーズーワンダーランドとこジュージューワンダーランドと言ってるのかなとちょっと思いましたけど、この間今日の新聞です言ってた人とは思えないです。新聞を新聞っていうこの奇跡的な髪型、新聞届いてみてほしいですよね、うん、こんな面白い髪型はね、はい、本当にもう爆笑しましたよ、車で。すいませんね、今日も何かハプニングが起こるといいですね。いやいや、そう、あの怪しいところがあるんですよ、うんうん、コーナー紹介がね、そうそうそう、口が回らない部分がしたって言ってた。あの俺もそういえば高校の時あの琉球新報っていう新聞 の編集長やってたんですよ。はい、はい、まあ、ほぼ暴露ネタだった。まあそんな新聞を書いてましたけど、はい、うん、新コーナーで、そう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 、いや何でも新コーナーそうそうそうじゃない、やりませんよ、そんな。そう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 、はいはいはい、ね、まあ、噂もね、うん、ラジオ出ながらラジオも聞いてくれてるということですね。そう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 、聞いてますよ、それありがたいです。 76.1MHz ですよ、はい、車の中ではもちろんですよ、常に、はい、ありがたいです、うん、さあ先週は、はい、馬原市が開催されていますが、ありましたよ、もうね、もうディフェンディングですね、うん、子供の国の、そうですよ、馬さんたちは、うん、もうね、優勝準優勝が子供の国っていう、そうそうそう、はい、打倒な感じでやってるじゃないですか。まあまあ、まあ、いいさ。何よりも頑張ってるの、みんなガチで頑張ってるの、ね、いいさ。個人的にはナグニのデビューがものすごく感動的でした、はいはい、あ、ナグニがお利口になってるみたいな感じですね。あれ、うまくだったんですか。まあ今もうまくですけど、男子なのでね、馬だけね、馬だけでうまくですね。気づかなかった。さすがです、馬だけにね、うまくかなと、うん、そんなことも言うんだね、耳でね、うん、やばい、めっちゃ親父ギャグをかわしてしまった感が否めない、変な世界的にしてた。ね、でも大盛り上がりでしたよ、本当に、うん、ちょっと雨が降ってね、天候はちょっと残念な感じもあったんですけども、はい、もうね、出場者たちが本当にもう、うん、すごい走りを見せてくれたんで、本当に盛り上がりましたね、うん、ですね、次回もいたよね。あ、見えました、また来てない。来いや、たまに来年度もやりますからね、うん、馬原市絶対来ない、継続して、うん、来いや、たまにそんなことないですよ。ミミリさんも乗馬して馬原市参加っていうのはどうですかね、うん、杯持って走るあたりをミミリさんが杯持って、でも本当に乗馬をやりたいです、うん、なるほど、できますよね、500円払えば。違う違う違う、体験ライド的なものではなくてガチで勉強したい、うん、あ、ガチでやるんだったらボランティアおすすめですよね、うんうん、馬のボランティアがあるんだよ、空いた時間に馬乗れますよ、乗馬指導もついてくるという、うん、本当ですよ、お得なオプション付きのボランティアです、うん、なんかもう週に1回ぐらいの習い事な感覚で、うん、あ、もう定期的に乗馬をしたい、お休みの日にぜひ子供の国で乗馬体験しながらの馬ボランティアやったらできます、で、馬原市出場して、そうそうです、あ、もういいじゃないですか、衣装もついてくるんですよ、最高ですね、これ、うん、考えさせてください。ということで、はい、先週は馬原市でしたが、子供の国からのお知らせも、動物園ですね、もういっぱいあるんですよ、もういっぱいあって、あと先週、名護サイエンスフェスタっていうイベントもあって、はい、子供の国が主催してる、うん、はい、これももう大成功、大盛況、大盛況でしたね、うん、ちょうど近くで桜祭りもあって、はい、桜にちなんだイベントということで、いろんなも研究機関、教育機関、はい、
専門家がもう集結して名護に、はい、もう大ビエンイベントになりましたけども大成功でしたね。はい、お客様も来年もやってほしいですっていう声を たくさんいただいてます。おあ初めての試みだったんですか。3回目です。あ3回目、うん、ぜひ来年も、はい、期待しております。はい、ということで早速いっちゃいますか。はい、うん、もう直近のものでですね。いやいやもういいよ。いいんですか。なんかあったっけな。子供の国インフォメーションとかいうやつあるでしょ。子供の国なんで俺が言わんと言うやん。インフォメーションあんたの仕事でしょうか。はいはい、お願いします。はい、じゃあダッカーから。そうですね、早速なんですけど、はい、今、まあ、一番のおすすめといいますか、はい、日曜日に、うん、キリンの希望ちゃんお誕生日会あります。やったー。これ結構もうあの何がそんなポイントですかっていうのを聞いてきたんですけど、うん、まあ、いつものようにバースデーケーキを作るんですね。キリンさん大好物の食パンに大好物の大葉木という葉っぱを皆さんに乗せてもらってプレゼントするっていうイベントなんですけれども、今回ちょっとその他に目ぼしいものがあるということで聞いてきたんですが、うん、キリンさんクイズ5問、この質問5個答えて正解者最後残った5名になんと、はい、キリンの尻尾で作った指輪をプレゼントしたよということで。キリンの尻尾、はい、持ってるんですけど、持ってるんですよ、持ってるんですけど、これはもう絶対誰にも譲りたくないような、そう、もう完全にレア商品ですよ。欲しい。大人も子供も、大人サイズで作ってあると思うんですけど、はい、子供はもうあの宝物として大人ならまでぜひ持っててほしいなと。すごい貴重ですね。色はちなみに茶色なんですか。黒いんですが、結構光る感じのツヤのあるものなので、まあ、今回ついてるかどうかちょっと怪しいんですけれども、はい、もしかしたらたビーズとか飾りもつけて、うんうん、もう完全なるこのアクセサリーとして大人も日常つけてても全然困らないような素晴らしいプレゼントつけてますね。ミミさんもぜひ来てクイッと答えてくださいね。うまい、うん、はい、日曜日ですので。日曜日、そうですね、時間の方が14時30分スタート、キリン車前ということで、はい、はい、もうその時にはね、どの子が希望なのか確認もして覚えて帰ってもらいたいと思います。どの子が希望なのか、うん、ね、いいですね。コメント届いております。太郎太郎さん、どんなものか気になりますね。あ、もう気になる人はもうまず見に来てもらって、うん、あれかっていうのが、ね、あれか、はい、意外にキリンさんの尻尾の毛硬いそうで。硬いですね、うん、ワイヤーみたいな感じ。ワイヤーって相当硬くないですか。硬いですよ、あのこピンってやったらもう全然ちぎれないです強いですよ。気になりますね、ぜひ見に行ってください。はい、なんとも動物ネタまだまだありまして、はい、4日土曜日2時から3時ですね、子供の国、うん、アークを決まるという坂を登ってもらったところ の、 あの沖縄の琉球湖の生き物を集めたエリアですね、はい、あそこでなんと冠ワシガイドというものを行います。冠ワシ、冠ワシ、沖縄の貴重な生き物なんですけれども、うん、この動物について、うん、いろいろクイズや塗り絵も行いながら、うん、はい、楽しみながらカムリワシのことを学べる、うん、カムリワシ習慣なんですよね、うんうん、それにちなんで、はい、毎年あの旧正月から1週間ぐらいが、はい、あのカムリワシ習慣ということで、なんか、うん、あの八重山の方でそのカムリワシの事故が多いということで、それであのカムリワシ習慣ということになっていて、それにちなんだイベントですね、うん、しかも参加者には素敵なプレゼントもあるよということで、うん、まあ、こちらも狙い目ですね。子供の国でゲットできるレア商品いっぱいありますので、ちょいちょいこまめに来てもらって確認してほしいと思います、はい、ねえ、うん、はい、続けて続けてどれいきましょうかね。まあ、ちょっとあの動物園の方も盛りだくさんではあるんですけれども、はい、まあ、せっかく科学事業のメンバーとして来ているので、はい、ものすごくおすすめのコーナーがあってですね、はい、今度の2月11日の土曜日、うん、このも市内の小学生中学生に限らせていただいてるんですけれども、はい、なんとサイエンスクッキングという楽しそうなタイトルじゃないですか。しかもですね、うん、最近売れっ子の水島シェフという低温調理という独特の料理法を開発した水島シェフによる、まあ、本名は水島博さんですね。ものすごくこのとっても素敵な科学をしながら、ね、もう書店に並んでますよこの人の本。知ってます、テレビにも出てます。ぶっちゃけ知ってない。フライパンを温める前に肉寄せて焼くとかですね、うん、本当しょっちゅうテレビ出てますよ、はい、もう一回お願いします。フライパン温めずに、冷えたフライパンの上に肉乗せてから火つけて焼くっていう、あの低温調理って言って、はい、よく今、いろいろうちの母ちゃんもやってるんですよ。はいはいはい。めちゃくちゃ影響されて。そう、うんうん、あれですか、油が、余分な油がいっぱい出るみたいな感じですか。
どうなんでしょう、うん、その辺はやっぱりワークショップ参加してみて、ね、論理的な話はね、うん、専門家から聞いてほしいなと思うんですが、はい、この申し込み書が実はまだこれから配布という、おそらく週明けの月曜日に小学校に届くはずなんですよ。ものすごく手入れをしているうちに、あれ気がついた時間がって感じだったので、私たちも大慌てで、もう電話で結構です、電話でファックスもそんなこと言ってないで、もらった瞬間に電話してくださいね。もう夜はもちろん電話つながらないので、そういった場合はファックスで、もうファックス番号は、そうですね、あでももうファックスで間に合わないどうしようという方はもう先着順になってるので、はい、うん、まあ、先着何名ですか。先着がですね、はい、16組です。親子さんが必ず、はい、もう早い者勝ちじゃないですか。そうなんですよ、だからこれドキドキしてるんです。多分一気に埋まると思います。もうあっという間に埋まる、瞬殺っぽい、はい、はい、もうこぼれた方は本当に申し訳ないっていうことで、うん、見逃さずにしっかりと情報キャッチしてほしいなと思います。はい、それでですね、申し込みの期限が2月9日18時ファックス必着ということで、はい、もうここに間に合うようにお問い合わせいただきたいなと思います。はい、もうね、まずは子どもさんが持って帰ってくる学校のチラシ要チェックですので、うん、そうですね、はい、何シェフでしたっけ。水島シェフですね、はい、ちなみにですね、水島さんといえばですね、はい、あの我が子供の国には木工細工を誇る水沢さんがいるんですけども、うん、その水沢さんが、うん、あの担当しているがんまり教室というところが、はい、コーナーが子供の国の地下2階の一番奥のところ、うん、ワンダーミュージアムのね、はいはい、あの工房の近くにあるんですが、今、うん、そこでおすすめのワークショップが小屋さん来てますよね。めちゃくちゃすごいですよ。ものすごいのが来てます、はいはい、ものすごいのが、うん、すごい方で、原田さん、原田和明さん、うん、はい、この方はあの、うん、奥様のめぐみさんと一緒にですね、いろいろな木工でからくりを作ってるんですが、うん、まあ、昔のからくりの原理をそのまま用いながらも、はい、発電のこうあの現代の発想を一緒に組み合わせたりですね、はい、ネオジム磁石とかいろいろなものを使ってからくりを作っているということで、今回子どもの国で新コーナーを新設中です。ちなみにどういったものなのというと、こういうね、あの可愛い鳥さんの絵が描いてある、はい、いろんなところをこのボールがコロ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 転がって最後ジーンってね、あのピタゴラ、はい、そうですそうです、スイッチみたいな、それをちょっと想像していただければ、うん、いろいろなものを作ってますね、うん、オリジナルのコロコロ動物園ということ で、 コロコロ動物園、うん、子供の国オリジナルの開発してます。はい、今もまさに制作中なんですよ、公開制作、はい、本当に面白いですよ。毎日ちょっとずつ変えながら、こうどうしたらよりよく転がるのかっていうことを研究されてるんですよ。そうですね、で一番やっぱりあのユニークなところが、はい、あの子供たちの発想をこの制作に活かしてるんですね。はい、子どもたちが、がんまり研究室っていうところで、はい、こんなものが欲しいっていうものを書いてもらったアイディアを、はい、活かして、そう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 。すごい。出るコーナーです。もうこちらの方は触ってもらって遊ぶだけになってるんですけれども、はい、こういうものを見ると大抵の子どもたちは作りたいという希望が出てくることを見据えてですね、すでに用意してますよ。すごい。作れますコロコロ。これはこちらの方はですね、あの子供の国ワンダーミュージアムの地下1階ですね、うん、作るラボのコーナーで300円で、うんうん、作ることも体験できます。このコロコロをね、そうですね、このコロ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 自分でこのどっち向きにするとか工夫もできるような要素盛りだくさんですので、うんうんうん、作るの大好きなワンパクキッズたちも楽しんでもらえると思います。もうこういうのなんて言うんでしたっけ、なんかゲームであるじゃないですか、うん、あ落ちてきた場所に入ったら、はいはい、商品がもらえるみたいな、ピンボールピンボールピンボールでいいんじゃない、手作りピンボールらしきものを作れることができます。いいですね、なんか身近にあるものですよね、それ。そうなんですよ、ゴムとリボンと画用紙とか、うん、あとはまあこのスタッフが切り刻んでちゃんと綺麗にカットもしてある、はい、痛くないようにヤスリまでしっかりかけてくれてるミニ棒を刺して作ってくれて、はいはい、穴も開けたこの板の方もスタッフ手作りで用意してますので、すごい、もうこういったちょっとしたところで子どもたちのやりやすさが変わるので、うんうん、もう来てくれるだけでスタッフの愛を感じると思います。皆さんもぜひ来てくださいね。子どもにわかるかな、わかりますよはい、ね、ちょっと長いなと思ったらジシッって入れて、わかりました、はい、そうですね、ガンガンやっていってください、ちょっと休憩を挟みたいと思います。マシンガントーカーそれでは一旦 CM です。はい、
ズーズーワンダーランド。この時間はズーズーワンダーランド FM 小座のスタジオから生放送でお届けしております、はい、引き続きインフォメーションでございます。はいはい、はいはい、じゃあダッカーさん続けて、そうですね、続けていきますよ。続けていきましょう。今ですね、旬なものというと、ぼやさん、この季節ですよ。何が浮かびますか？保育園とかでもたくさんやってると思いますけど、今日は2月3日ですね。そうです。何の日ですか、ミミさん？節分。そうです。そうですね、はい、もう節分に欠かせないアイテムを、うん、この週末、はい、ぜひダミュージアムで作ってほしいなと。どうですかこの青いおじさん。すごいねこれね。またね、しっかりしてるな。しっかりしてる。髪がですね、この顔の形に沿ってしっかりしたものなんですけれども、うんうん、ここに子供たちが自由に紙で作ったものであったり、うんうん、毛糸であったり組み合わせてオリジナルお面を作るというコーナーもありますので。鬼のお面をね。鬼のお面、うんうん、僕もあの毎年やってますよ、お家で。鬼になっても鬼で帰るっていう、この今日もやりますよ。あ、でもこれをかぶって帰ったらいいかもしれないですね。うん、ですか。300円というお手軽なお値段でですね、うんうん、たっぷり楽しめるものとなってますので、これも使えますね、本当にな。もう1年後でも多分丈夫に持ってるんじゃないかなと思いますね。お家でもあの ピーナッツ持って、あの落花生持って、みんな子供も待ち構えてます。待ち構えて、痛くないですか、ピーナッツ投げられたら。いやいや、痛いですよ、うん、女の子はもうチャー泣き。今日朝から泣いてましたね。そう、いや、お兄さん見て、うん、やっぱ怖いんだ。怖い怖い怖い。子供はね、やっぱり鬼怖がりますよね。女の子5歳なんですけど、今日本当に朝から泣いてました、ね、はい、今日鬼が来るっつって。ねえ、鬼とお化けね。避難させないといけない。ちなみに豆つながりで一個だけちょっと脱線したいんですけど、はいはいはい、2月12日日曜日です。つなげるね、つなげるね。12時半からし、もうあの上司命令でこれは言うようにというの、はい、あの事例を受けてますので、はいはい、10時半から12時30分ですね、はい、2月12日の日曜日、はい、もう子供の国でだいぶ有名になってまいりました、ね、豆腐マイスター、うん、女がはじめによる油脂豆腐講座がございます。すごい。こちらの方ももう定員制ですね。わー、もうこの定員30名が当てられますので、もう申し込みはもうお待ちしてますので、はい、できるだけお早めに申し込んでいただきたいなと思います。いいな、豆腐マイスター。場所の方は素敵なステージ、ふるさと園の方で開催してまいりますので、はい、まですね、背景もいいですね。さらに嬉しいですけれどもね、はい、なんと、なんと石豆腐作りを行い、石豆腐の歴史と本土との豆腐の違いなども学べるという。ちなみに日本の豆腐の中でも沖縄の石豆腐って、うん、全国の中で違うってことご存知でした？うん、違う気がする。違う気がしますよね。なんか違う、ちょっと違う、なんか違う、うん、具体的にどこがどう違うのか、ぜひ自分の目で確かめたらちなみに作り方ですね、味の方いう作り方、はい、うん、あ、製法が違ってですね、お豆腐は栄養たっぷりです。その辺もね、マイスターが全部教えてくれますから。はい、うん、あとですね、今日あのミミリさんに、うん、本当はプレゼントしたいぐらい可愛いアイテムねー。おお、何でしょう。じゃあミミリこれを、はい、実況、え、レポート、何これ、見た目で。フェルト生地と毛糸でできた鳥さんがいらしてます。おお、大正解ですね。意外にちゃんといいよってなんかモコモコとかなんか言うと思ったら、そうですね、これはですね、私実はあのうちの子供たちと参加してきたんですけれども、うんうん、はい、この毛糸ですね、うん、毛糸よく見ると3色使ってあるんですが、はい、簡単なようで意外と作り方深いんですよ。うん、なんかこのあの輪っかに糸で結んである毛糸が3束ポンポンポンと置かれていてですね、はい、これを組み合わせていって鳥を作るんですよ、ミミさん、うん、まあ、鳥出しですからね、はい、はい、これ意外と子供たちには難しいんじゃないかなって途中思ったんですが、うんうん、このスタッフのファシリテーターウェッちゃんがですね、手取り足取り、手取り足取り、うん、教えてくれるわけですよ、うん、なんていうやつでしたっけこれ。これもね、うん、手乗り鳥パペットですね。いや、手乗り小鳥パペットです言いたくなるでしょ手乗り小鳥パペットって言いたくなる。言えない早口言葉みたいですよねはい、ミミリー版、はい、手乗り小鳥パペット、さすがですね。私だけ噛んで言えないっていうちょっと残念なんですけれども、はい、もうこれもですね、あの参加費の方が40分かかってですね、はい、300円 お値段がこのチラシに
載ってない。あ、載ってます、ね、載ってます。300円ですね。なるほどな。はい、40分でがっつり作った後、うん、さらにですね、お話を作る的な子どもたちのアイデアを拾ってですね、はい、一緒にスタッフと一緒に鳥さんになって遊んでから帰るという。いいですね。いいね。当たりも作って、ね。鳥年ですからね。そうなんですよ。はい、何よりもね、小屋さん、ワンダーミュージアムの魅力はスタッフだと私は思っております。なるほど。もうこのスタッフがですね、子どもたちへの声かけ、本当これがすごいんですよ。もうこのあのやっぱり教育ですかね、すごいでしょ、すごいこの人すごいです。子供の国に行って何が素晴らしいっていうのは、うん、物も素晴らしいんですけど、はい、ここにいるスタッフさんたちだと常々思ってる、うん、あんたも素晴らしいですよ、だっか、ありがとうございます、はい、もう広報部長です、広報として、うん、止まらんすよこの人、この仕事だけで食ってきたらなってそう思うんですけれども、うん、もう飼育員さんもですね、他県の動物園ってあんまり飼育員さん自体がうろうろしてないんですよ、うんうん、でも子どもの国のいいところはですね、あの、いろんなところにスタッフさんがいて、うんうん、確かにすっごい忙しいはずなんですけども、うん、必ず笑顔で答えてくれるんですよ、うんいいですね、アンケートにもよく書かれてますね、そうなんですよ、本当にね、飼育員さんが優しかったとか、はい、親切に説明してくれたとか、うん、よく書かれてます、うん、毎月書かれてます、受付の方も優しいんですよ、全然関係ない沖縄そば美味しいとこどこですかって質問も答えてくれるんですよ、小屋さんの影響ないと思うんですけど、誰かの影響だな、これはね、もうそばのお店、うん、子供の国に行けば分かるだろうって思われてるんじゃないかなって、なんかあるらしいですね、なるほど、そばの問い合わせ結構来るみたいですよ、うんあうん、ちなみに豆腐マイスターの尾長さんにも豆腐のことで問い合わせがいくつか来ていたことがありますので、うん、もう子供の国のスタッフの需要は高いなと、おー素敵、いやね、もう本当この方は、はい、隣にいるダッカーは、はい、ダッカーさんね、週5働くでしょで残りの週週1です、週1、うん、だって定休日があるんですもん、そうそう定休日があるんで、あ、そうか、定休日があるか、定休日これないんですよ、残りの日はプライベートで来ますからね、すごいですね、もう全てを私服で子供の国に捧げてます、うん本当は火曜日もボランティアで入りたいんですけど、うんはいはい、火曜日はボランティア担当がいないから来ちゃダメっていう事例があってですね、残念な、頼むからこの間くれいやもう本当すごいんですよ、うわ、ね、そのだからね愛情が、うん、だから入る前からもう本当に毎日この人毎日いるなって 誰も知らない人がそうそう大丈夫かなこの人心配されちゃったに気は確かかみたいなさっきお客さんに見たことあるって言われるんですけど、それが果たしてお客で来てる時なのかスタッフとして仕事してる時なのか、ね、どちらかが曖昧なんですよ、面白い、見たことあるんだけどもみたいな、よくよく話してるとやっぱりお客さんで会った時ですねとかPTA の時にも会いましたよねみたいな、どこでもいるな、どこでもいる怖い怖い怖いさてさてコメント来ておりますよ、はいはい、ルドルフさんからね、はいさいこんにちは、こんにちは子供の国の皆さん、小座の裏側の小屋さんもう有名ですね、はい、車の中で聞いていますよ、ミミリさん終わり食いはないですかということで、今日はね大喜美さんがね、小杖さんが今日はちょっとお休みなんで、お休みなのでね、はい、お休みっていうか、ね、仕事はしてますよ、はいはいはい、うん、今日は私、ね、我々、はいはい、ちなみにあの小座の裏側来週月曜日また私出ますんで、出た告知、ね、ルドルフさん、はい、ぜひチェックしてください、ね、多分次の回面白いですよ、そば情報ですか、いやそば情報しかないですいやいやいや小屋さんといえばでもね、そばとブーメランですからね、そうですね、うん、他にありますか、ブーメランの、そばとブーメラン以外にあります、これ子供たちに小屋さんが持ってくブーメランへの子供たちの食いつきがすごいんですよ、絶対楽しいと思う、もう本当にあの一瞬で引きつけてですね、ブーメランやりたかったって必ず言われるんですよ見せるだけ見せて さりげなくやらせないとか、俺の宣伝までしてくれてるこの人すごい引き出すな、持ってますな、素晴らしいですね、子供の国楽しいので、うん、スタッフも交えて遊びに来てほしいなと思います、わかりました、うん、素敵な、あもうエンディングですねえ、こうなることはもう予想してたんですけど、はい、あっという間に終わってしまいましたけれども、うん、はい、今週末はね思いっきり喋ってもらいたかった、はい、うん、気が済みましたでしょうか、はい、はい、かっこり喋りました今週末ですね、うん、イベント盛りだくさんですので、ぜひ遊びに怪しかったぞ今はい、いよいよエンディングです。お時間迫ってまいりました。皆さん、はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ありがとうございます。この後の番組はククスタです。引き続き 76.1MHz FM コザでお楽しみください。ここまでのお相手は FM コザミミリと子供の国のゴヤとダッカーでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。